東口郡山駅は、福島県郡山市矢座引き離電にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。JR 東日本の新幹線と、在来線各線が乗り入れ、東西南北へ向かう路線の結節点となっている。新幹線は、線路名称上は、東北新幹線のみであるが、新幹線ホームには、同新幹線の列車のほか 山形新幹線の列車も停車する。在来線は、線路名称上は、東北本線、万越西線、万越東線の3路線が乗り入れている。このうち東北本線を当駅の所属線とし、また、万越西線は当駅が起点、万越東線は当駅が終点である。このほか、水戸駅を起点とし、東北本線の当駅の南隣にある。 朝霞久市西駅を終点とする水軍線の列車も当駅まで乗り入れており、前述の各線と合わせると5方面の列車が当駅を発着している。駅舎駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成直営駅であり、管理駅として以下の駅を管理している。新幹線は 校内西側の3階にある、島式ホーム1面2線と、単式ホーム1面1線、合計2面3線のホームを使用する。両ホームの間には通過線2線が引かれている。在来線は、校内東側の1階にある、島式ホーム2面4線と、単式ホーム1面1線、また、島式ホームの南側、朝香久森方にある切り欠き機、ホーム1線。 合計3面6線のホームを使用する。線名は、駅舎側から、折り4番線、下り3番線、万越西線、水群線、下り東北本線、上り東北本線、万越東線、となっている。2番線の上り方面先端の西側が切りかかれて、折り、ここが3番線ホームとなっている。以前は、改札口から1番線。 島式ホーム2番線という構成であったが、1番線の線路を撤去後しばらくしてから、中央改札口から2番線ホームに直接移動できるように改修され、単式ホームとなった。旧1番線撤去後しばらくの間、番線表示は2から6番線と水軍ホームとなって、いたが、2007年春のダイヤ改正で1番線6番線となった。 一回在来線中央口につながる地下道と二回新幹線乗り換え北口改札につながる古戦橋で各ホームは行き来できるただし地下道は階段のみ古戦橋には上下エスカレータとエレベーターも設置されている各線の上の方には荷物運搬用のエレベーターと古戦橋が残されている改札内に ヌーデイズ、無人型のヌーデイズキオスクなどの売店や立ち食いそば店があり、改札外では、駅中やエスパル、ピボットなどの商業施設のほか JR 東日本の子会社や技術センターなどが入っている。2015年4月からは、JR 東日本、郡山駅発車メロディ変更プロジェクトの一環で、郡山ゆかりのアーティスト、グリーンの楽曲に変更された。 新幹線ホームは、奇跡、在来線ホームは、扉が使用されている。日本オイルターミナル専用線、JR 貨物の駅は、専用線発議車扱い貨物の取扱駅となっている。旅客ホーム6番線の外側から、万越東線に並走し 1.5km ほど、北上した場所にある、日本オイルターミナル氷山営業所へ続く、専用線が存在する。 日本石油輸送がこの路線を保有しており、日本オイルターミナル向けの石油輸送に使用されている。また、専用線の終端には、郡山ヤードと呼ばれる、操車場があり、貨車の留置線として使用されている。駅構内の入れ替え作業は、新鶴見機関区に所属する HD300 系、ハイブリッド機関車が担当している。貨物列車は、千葉貨物駅との間に2往復。 川崎貨物駅、仙台北港駅との間に一往復ずつ運行されている。千葉貨物駅との間の一往復は専用貨物列車、それ以外の列車は多岐線経過車のみで編成された高速貨物列車となっている。かつては、駅東側の保土屋化学工業郡山工場への専用線も存在し、 化学薬品の出荷などで使用されていたが、2001年9月に廃止された。また、1980年代までは、日東宝石府久山事業センターや、住友セメント氷山サービスステーションへ続く、専用線も存在した。主な駅弁は、下記の通り。2020年度の1日平均乗車辞任は11,438人で、 このうち新幹線の1日平均乗車辞任は4669人である。1935年度時点及び2000年度以降の推移は以下の通りである。郡山市統計省によると2018年度の JR 貨物の発送貨物は65010トン、到着貨物は68万4126トンである。1935年度には 石材、米など226トンを送り出し、石炭、人造肥料など364トンを受け入れた。近年の推移は以下の通りである。駅周辺。手前が東口、奥が西口。複合施設、百貨店宿泊施設、教育施設、郵便局。 金融機関その他複合商業施設宿泊施設、教育施設郵便局、金融機関その他西口バス乗り場2014年4月15日までは、東北急行バスのレインボー号も停車していた。行き先の前にある、は、経由注釈出店報道発表資料、新聞記事へ旅客貨物。ありがとうございます。